アップクロース木曜日私堀順がお送りしておりますさて今週はコロナ禍で芽生えた世の中の新しい動きを「2020年〇〇元年」と題して各曜日のニューススーパーバイザーがその〇〇を埋めています、えー、今回僕が選んだテーマは「2020年電波の公共元年」ですうーん あのー、いや公共の電波でしょう電波はそもそもなんで元年なのって、うん、これは僕の持論なんですけれども公共という割には皆さんが自由に使えないのが電波ですよね特定の免許事業者には自由に使うことが認められて利益も上げられるところが皆さんがひとたび電波を使って つまりまあ電波を使ったマスメディアを使って発信をしたいと思うとそこにはいろいろなこう精査が入りえあくまでもテレビ局ラジオ局などが選んだものがそこに乗っかっていくっていうのは公共なんでしょうかという思いがありましてまあこういうことをパブリックアクセスといってまあ欧米などではアクセス権まあ人権の一つとして電波を自由に使える権利を保障しましょうということがこれまで議論し実践されてきました。 あのコロナで本当に多様なニーズがあることが身に染みて分かりましたし私たちす全てのそうした社会問題に対応できるほどの、えー、力もまだまだ足りないなと思っていました。ですからコロナを経験した今こそ電波を公共化しっかり進めて皆さんが電波を使ってご自身が伝えるべきだというニュースを発信するそういう仕組みを作りたいと。 改めてて感じているんですですから今日はああ世間に対して訴えたい伝えたいニュースがあるリスナーの皆さんのお声を届けましょうそしてお聞きいただいた訴えに対して「こういう方法で解決したらいいのではないでしょうか」とか「こんな情報があるよ」といった建設的なメッセージをリスナーの皆さん是非 番組のにリアルタイムで送ってください。ツイッターも見てます。ハッシュタグ #JWave、ュタグジャムザワールドあります。で、えー、メールもございますので、ぜひお待ちください。さて、早速、次々と事前にいただいております。お一人3分ほどのお時間になりますが、えー、お話しいただきましょう。まず最初にお電話をつなぐのは、神奈川県川崎市にお住まいのノンティアンさんです。もしもしノンティアンさん。 こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの事前に、えー、メールメッセージ頂い,いておりまして、えー、ノンティアンさんは新型コロナウイルスのワクチンの接種順位について訴えたいことがあるということです。あの実を言うと癌の闘病しているお子さんを持つ親として伝えたいことがあると事前にいただきました。どんな、はい、訴えでしょうか。教えてください。あの私の子供はもう がんの闘病を始めてから3年以上になるんですけれども、まあ、あの今回、あのコロナウイルスの感染拡大によってですねいろいろとあの心配事が増えまして<え>っであのやっぱり今、一番心配しているのがあの息子本人に移してしまう心配と <えっ S 2> あと、まあ、その菌を病棟に持ち込んだと、はい、あの。 それがどんなことにつながるのかっていうのをいつもあの危機感を持って、ねうん、あの過ごしているんですね。であの来年からそのコロナウイルスのワクチンの接種が始まるというニュースを聞いて、あの大まかな優先順位というのが報道でも耳にしたりするんですが、うんあのま、医療従事者の方ですとか、えー、あの高齢者の方。うん あのあとまあ基礎疾患のある方っていうお話がある中で抗がん剤の治療をする人間っていうのは、うん、あのどうしても免疫力免疫がつかない関係で、うん、そのウイルスのワクチン接種をしてもあの抗体がつかないっていうことを聞いてまして、うん、そうすると本人が接種できないんですね。うん、そうするとあのやはり 本人が打てなくなると、まあ、家族から打つるリスクというのがどうしても高くなってくるので,で、ね、だとしたらあの特に、ね、あの闘病で頑張っている子どもたち乳児、幼児というのは、うん、まあ親の存在なくしては多分あの闘病生活というのは乗り越えられないと思うので,うで、ね、どうにかその家族への,その優先というのを考えていただけないかなというふうに日々思っております。 ありがとうございます。確かにあの、はい、医療情報でもいろいろ調べてみると、まあ、いわゆるこうワクチンというものはその免疫力が落ちている状態だとなかなか十分に抗体ができないということで、はい、あの闘病中の当事者 だけではなくて実を言うとその家族の方への接種というのは例えばインフルエンザワクチンの推奨なども含めて提唱されてきたものですよね、はい、今こうして伝えていただいたことであそうだねそうだねって感じてくださった方もいらっしゃると思いますし僕もあの政治家の皆さんに会うとき官僚の皆さんに会う時には今日のお話を受けてどうなってますかって伝えたいと思いますまあ臨時国会ではワクチンのありようについてまああのー コーヒーを使ってとかそういうことは議論されましたが、闘病中の皆さんの家族へのワクチン接種についてはテーマとして大切です。実際にあのこの訴えは主治医の方には相談をされたりとか看護師さんにお話をしてみたりとかっていうのはご自身でもされたんでしょうか。はい、あの先生に聞いたんですけれども、うん、まだ移動従事者ですら、ええ、あの計画も何も全く。 話が来ていない状況で患者さんに対するその接種ですとか、まあ、その家族ということになるともう全然まだわからないですね、はい、確かに、まあ、初めて経験することばかりですからねでも、こうしてあの声を上げてくださったことで同じ境遇にある皆さんがそうなんですよっておそらく思っていただいているんじゃないかなと思いますありがとうございます。 ちょっとあの今ラジオのリスナーの皆さんにもあの共感そしてまあ解決策ご提案とかあればということで呼びかけていますのでこの後の放送の中でもし入ってきたらお伝えしたいと思います。はい、モンティアンさんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さ、今あのツイッターを見ていたらあなんかラジオっぽいですねって来たんです。まあラジオなんだけどさってでもまあ確かにそうですよね。こういうやりとりが ここまでラジオカルチャーが続いてきた一つの醍醐味だったのかなとも思っています。どんどん参りましょう。えー、ノンティアさんの訴えに対して何かご提案がある方は番組後にメッセージをください。ジャムアット J ハイフンウェーブドットシーオードット JP です。続いては埼玉県にお住まいの渡辺悦子さんです。本名で大丈夫ですというメッセージもいただいています。渡辺さんこんばんは。こんばんは。 よろしくお願いしますよろしくおお願願いいいまますすた、えー、渡辺さんは、えーはい、メールをいただきまして「性的少数者の当事者ですと」と、はいえー「同性女性の恋人がいますと」と、はいえー「同性パートナーシップ制度の活用以前の問題として、はい、ご両親に同性婚を認めて祝福してほしい」という思いをお持ちということですが、はい、もう少し伝えたいことを教えていただけますか詳しく。はい あの私の住んでいる自治体で来年の4月から、まあ、パートナーシップ制度が施行される予定にはなっているんですけれどもパートナーシップ、あの各自治体で結婚と同等のさまざまなあ状況を作りましょうという理念で立ち上がっているパートナーシップ条例ですねその制度を利用したいと、まあ、パートナーと思は思ってはいるんですけれども。うんまあ、あの 何孤独なとか2人だけの状況でそのままパートナーシップ制度を使うことも通にいいんですけれどもっ、えー、やっぱりあの、まあ、一般的な婚姻って、まあはいわゆる親に例えばご挨拶をしてとかも、うん、いろいろ。 ケースあると思うんですけれども、まあ、そういったこともあ,のあると思うんですけれども、そういった形で、まあ、あの理解をしてくれるとまでは言わないですけれど、まあ、あのおめでとうと言ってくれる人が、えー、あの身近に、まあ、身内に一人でもいてくれたら嬉しいなという気持ちがあるんですが、実際問題、やっぱりハードルは高かったりとかも、えー、であのなかなかちょっと、あの そこまでは言い出せないなっていうところでちょっと悩んでいたりもするんですけれども、はい。そうか、そうですよね。いろんな一番あの理解をして一緒に良かったねって言ってもらえる家族の同意を取り付けるのが、はい、実を言うとまだまだあのメッセージの中に、はい、あのこういう言葉もありましたね。あの、はい、多様性という言葉が使われるほど、はい、当事者としては発信しづらくなる。 はい、これは渡辺さん、どういう思いで、はい、私、あの世の中、今、多様性とかダイバーシティという言葉があが結構たくさん出ていて、こう認めていきましょうとか、受け入れていきましょうとか、それぞれの違いを受け入れてとていうことは、すごく言われていると思うんですけれども。はい まあそれぞれが皆さん、例えば今日出征なさる方もそれぞれの当事者であったときにその多様性っていう言葉にこに押しつぶされてしまうようなその多様性を認めようっていうこと自体がもうなんかそれ自体のトピックが特別みたいな感じとしてこう捉えられてしまう傾向がこうあるかなっていうのを最近感じていてなので逆にその例えば、あ。のー 同性愛者に対してだったらあのこう優遇されているようなことがあったとしても、うん、それ例えば職場であったりとか環境であったりとかしても、うん、その中でやっぱりあの孤独感というか,うかより強くなるっていう反動としての,、うん、その多様性っていう言葉がもたらす、えー、あの孤独感っていうのが、えー、その性的数とならずとも、えーまあ、障害の方とか、えーまあ、いろいろな問題をお持ちの方にとっては、えー、結構その何て言うか。 逆に縛られる言葉になってるんじゃないかなっていうのを私はちょっと感じて、自分自身でも感じています。そうか、その多様性をね、認め合ってね、うちにはこういう状況なんですよなんて言った時点でもう特別視した子がそこにあって、いや、もうそのまんまでもう本当はっていうことですよね。何事もないから、そうだよねとかっていう感じの、もっと流動的にこう、なんかこう、流動体というか、なんていうかこう、さらっとこう、なんかこう、すべてのことが流れていく。 まあ、確かに意見は違うことはあるとは思うんですけれども、うん、そうするとはまた別にその価値観みたいなものに対しての,その考え方っていうのを何、はい、て言うかこう変わっていったらいいなっていうのをちょっと、うん、あの自分の日々の生活とか今年1年そのコロナ禍で過ごする中とかでも感じましたし、うん、っていうところはあります。 なのでそのた、はい、ので多様性っていう言葉が持っているそのすごくいい面も私は感じてはきてるんですけど、うんはい、一方で、やっぱりもう,もう一歩踏み込むとちょっと考える時が来てるのかなと思いました。うん いやあの当事者からの目線、はい、メッセージ改めてありがとうございますこれはあの宿題だと思いますこれはリスナーの皆さんと一緒にさらに考えていきたいしそういう空気を作っていきたい、はい、夫婦別姓問題だって、はい、もうあっという間に白紙撤回されてしまうような今の状況でしたからう、ねはいありがとうございますいえこちらこそありがとうございますお話の機会をいただきましてこちらこそ。 はい。えー、渡辺つ子さんでした。皆さんぜひ今のお話に対して、まあご自身の考えやいろいろな解決策、ご意見ある方は改めて番組メッセージをください。ハッシュタグ JVB、ハッシュタグ JamzWorld でもお待ちしております。コロナ禍で芽生えた世の中の新しい動きを2020年まるまる元年と題してお送りしている今週僕が選んだテーマは2020年電波の公共元年ということで、皆さんが電波を使って発信をする。 ななかなか皆さんツイッターの反応も温かくてねこうした方がいいかなとそうだよねとか共感とかうんありがとうございますさあ早速参りましょうえ江東区にお住まいのえ中村武さん本名で OK ですよと中村さんはいあこんばんはよろしくお願いしますえ中村さんは実はあのご自宅の玄関先に毎朝犬がおしっこを してて困っているとそれはもちろんその中村さんが飼ってるも犬じゃなくて、まあね、散歩とかさせている誰かのおしっこがいつも犬のおしっこがそこにあるとこんな書き出しだね「犬の小便とかマーキングとかのことです」と「何頭もの犬の散歩道になっているところに玄関があるのかいつも水たまりができています」いやこれはもうマナーの問題え問題どういうことがちょっとかいつまで教えていただけますか?」 犬の散歩の通り道になってて、うん、でなんともの犬だと思うんですよね、うん、でまああのペットボトルみたいな水入れてチャチャってかけるんでしょう皆さん、えー、でそれがどんどん溜まっていってそうか,、はい、そ,うかその、まあ、現物って言ったら変ですけど、はい、そのものを流して薄めるためにペットボトルの水をかけたそれがずっとそこに残り続けてるっていうことですねそうです ね、あ<ー>まあ薄まってはいるんでしょうけどうん、うん、流れてなくて溜まってますんで、えー、夏場なんかになるともう玄関開けるともうん <laughs> あの問題解決のためにいろいろ試行錯誤を重ねてこられたと思うんですけどどんなアクションを取ってこられたんですか、はいまあ、あの警察に相談したり保健所に行ったり、まあ、あの区議会議員さんのところに相談に行ったり。えー えー、させてももらったんですけどもやっぱり、まあ、こんな話題ですんで皆さん避けて通るっていうか、うん、まあ保健所なんかは、えー、ちゃんと登録していただいてるときに、まあ、指導っていうんですかね、うん、なんかペット飼う方にはあちゃんと言わせてもらってるんですけどもなかなか、うん、まあこういう声も届くんですよと。そ、はい、あのその区議会議会員の方に訴えた その反応として例えば、おむつの着用義務を作ってほしいこういう条例はどうだとかご提案をしたら保険証に見回るように言っておきますぐらいでおしまいだったという話とかあと、そのそ、ね、虚勢をするとマーキングをしなくなるというあのことも実際にあるようで、はい、ただ、その動物愛護の観点からその虚勢を積極的に進めることがまあ果たしてどうなのかという複雑な思いもあるとか。そうですね、うん、本当に の体傷つけたくはないんで、こっちとしても。えーうん、できるだけその飼い主さんの方が責任持って家の中でさせていただければ本当に助かるなと。 いいや中村さんこれ大切な話だと思いますあの多分、はいまあ、ご本人は、まあ、ペットボトルも持って水でも流してるし、はい、おそらくご自身は、はい、ご自身の中のマナーの範囲でやってると思ってらっしゃるんでしょうねきっと。でも、うんはい、でも実際にはこうなんですよっていうふうに言っていただくことでひょっとしたらまあ このラジオを聴いてくださっているかどうかは分かりませんが同じような状況の中であそういうことを引き起こしてるんだっていう,こう可能性を動物の、ね、飼い主の皆さんにも知ってもらいたいですねそ,そうなんです,よ、ね、んですから、まあ、動物と喧嘩もしたくないですしまあ可いい動物でしょうから<え>まあ仲良く暮らしてもらいたいんですけれどもまあその陰にはうまあこう嫌な思いを。 てる人間もいるんだってっと、ええ、分かってもらえれば本当にありがたいですありがとうございましたありがとうございました本当にこんな話題よとんでもないですこれ大事なポイントだと思います,い,ますいろんなことに、はい、あの応用が効くっていうかあの自らの行動を帰り見る一つのきっかけにもなりますからね <laughs> 中村さんありがとうございましたすみませんどうもありがとうございました、はい ぜひ中村さんのお話を受けての感想やアイディアなども引き続きお待ちしておりますさて続いてご登場いただく方と電話がつながりました沖縄県です沖縄にお住まいの小さな飲食店さんですもしもしこんばんは はいこんばんはよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、ちょうど小さな飲食店さんラジオネーム、はい、うーんですよねよろしくお願いします実は観光地で暮らす人のすべてが GoTo の恩恵を受けるわけではないという話を伝えたいと、はい、メッセージをいただきました、はい、冒頭には、はい、むしろ逆に経済的に困窮する原因になるということなんです、はい、と これはなかなかちょっと、はい、えどういうことだろうと思いました教えていただけますか、うん テレビとかです、ね、あのよく観光地のインタビューなんか見てますとうん、うん、お土産屋さんですとか飲食店さんが GoTo なくなっちゃって困る GoTo が始まるとあの潤うので助かるという,ようなコメントなさってるんですけど私あの、沖縄で小さな飲食店やってまして、ね、あの沖縄県っていうのは県民が外食好きなので、うん、あの結構、もちろんあの観光地とはいえ人が暮らす土地ですからあの観光客相手ばかり の飲食店じゃなくて、うん、県民の方がメインの飲食店っていうのもたくさん存在するんですね。うんえー、で、そうしますと、あのー。 あの今年はずっとあのコロナのおかげでえと前年比の売り上げが半分以下の月ばっかりだったんですけどあのこの GoTo も何もなくてあの収まってる間だけは前年,比あの前年並みの売り上げが戻り GoTo などが始まってあのちょっと県民に恐怖感があの観光客に対してあ,のあるので。 そうなってくるとみんな県民はあのお年寄りが身近にあることもあって外食に行かなくなくるんです外食だけじゃなくて、うん、あのマッサージとかリラクゼーションなんかもあの、ええ、個人でやってる方多いんですけどああいったお店なんかもははあのすごく観光客ではない相手ではないお店が、うん、ガクンと客足が減ってしまうっていうのがあって。 はい、あの分かりやすく GoTo、ええ、が始まるとあの来なくなるっていう店もとっても多いんです、あとですねあのあの沖縄はこう自分の家とか、ええ、あの小さな別荘みたいなの菓子出して、ええ、あのゲストハウスをやってる方もいっぱいいるんですけど、ええ、そういった方は GoTo で。 高級ホテルが、ねはい、安くなっちゃうとあのゲストホースのお値段と同じぐらいになっちゃうのでうう全く人が来なくなるっていう,うあの同じ観光業なのにこの取り残されている分野の方もいたりして、えー、すごくいびつな制度だなというふうに感じています。いやお話伺って、うん まずその地元の皆さんにとってのお店を経営している飲食店、はい、これも目から鱗確かに言われてみればそうだなって分かりました。うん、これも大きな死後の罠というか、はい、飲食店関係者の皆さんはやはりね人が動くことでうるおうんですよっていうそれだけじゃないいよよっていう点ですよねあの実際に、はい、あのお客さんから言われた印象的な言葉があるということも。 メッセージに寄せてくだださいいまました。た、はい、お話けすか。えー、GoTo eat とか GoTo トラベルが始まるときにそれに参加するのって聞かれて、うん、あのうちは迷ってますってお答えしたら GoTo eat とか GoTo トラベルやるんだったらもう行かないし、うん、あの観光客お断りっていう風に張り出してくれるんだったら、うん、あの安心できるから行くよって。 ってていうふうなことを言われたりしそれ自体はそうおっしゃるお客さんはの気持ちも私わかるので、うん、全然おかしな発言とは思ってないんですけど、うん、きっとあのそうはおっしゃらないけどこういうふうに思ってる方もそんな少なくないんだろうなと思うと。うん ちょっとどうしたいいいのかっていう感じでいやでも小さな飲食店さんがそういう現状を当事者として教えてくださることで、はい、例えば、えー、その観光客の方はちょっとご遠慮くださいって張り紙を将来見かけたとしても、えー、あ、はい、そういうことなのかなってちょっとワンクッション理解ができるっていうか。そうですよねあの、うん 全然あの排他主義とか、なんか、うん、じゃなくてっていうことでしょう、はい。じゃなくて、うん、はい、そうなんです。そうですね、もしだって、その張り紙だけが S. N. S. で写真で上げられて。なんていうことになったらも、うおっかなくてしょうがないですよねそす。そうなんです。そうなんです。すぐ炎上するので。わかりました。はい、あのー。 最後にね結びで一旦停止となった GoTo ですが再開する際にはこういった背景も考慮していただきたいです、はい、まあ政治家や行政の皆さんもちろん我々利用者側もこういった状況を鑑みて知った上で行動しましょうということですね。あのねああのりりががととううごござざいいまましたすあのあの 観光地とはいえ人が暮らす土地で、第2波の前なんかは、子どもたちの引退試合の直前まで感染がゼロだったんですけど、うんうん、観光シーズンになって GoTo が始まったらあのかん、拡大してしまって、引退試合が中止になったっていうこともあるんですね、うんはい、だからあの、お出かけになる前に、今一度観光地にも人が暮らしていって、そこに子どもも年寄りもいるんだっていうことをあの思い出していただきたいです。 ありがとうございました、はい、貴重な状況の共有になりましたまたよろしくお願いしますはい,ういす、はい、どうぞよろしくお願いいたします、うん、いやちょっと目からうろこですね、うん、そうだよな、えー、他にもですねたくさん実製といただいてましてお電話がつなぎきれないので今は着、まあ、さっきあの副長にいるみんなや隣にいる放送作家の北村さんとかともお話をしたんですけどこれはあの 定期的にやるべきですねということでちょっとあのー、コメントでの紹介になるんですけれども、えー、例えばラジオネームあずささん、えー「私は柔軟剤や合成洗剤などの香りの量香料に反応して咳や頭痛といった症状が出てしまいます」えー、調べてみると「化学物質過敏症というものだと分かりました」「私は小学校で仕事をしていますが学校の教室はその匂いが充満しています」あ バスや電車に乗っても映画を見に行っても講座を聞きに行ってもどこに行っても匂いに悩まされてしまうんですとだんだんと空気を吸うのが怖くなり辛い思いをしていますということです。ぜひ皆さんもししここうううた方方ががいいいかなこういう方法があるよねということがあればず、えー、さんに向けてぜひメッセージをお寄せください堀潤ですはい。 電波の公共元年いかがだったでしょうかいや本当にあのリスナーの方からの「なんかラジオみたい」「いやラジオか」っていやそうですよね僕はまあこうこうラジオの魅力っていうのはやっぱりこうやってリスナーの皆さん一人一人とこうインタラクティブにというかねつながってますよっていう、うん、自分たちの声をやっぱりこう出せる場所の秘密基地っていうのはあの僕がずっと聞いてた。 ね深夜のラジオとかもそうでしたしうん報道こそこういうのやった方がいいんじゃないってやっぱ思ってたんですけどやっぱりやってよかったなと思ってますで早速リスーの皆さんからもいろいろこう感想やあの提案とかアイディアとか情報とかあの来てまして生放送時の最中には紹介できなかったものスピナーで紹介していきますね。ワクチン接種の話ありましたねえがんで闘病中の息子さんに対してお母様がご出演だきました。 えー、長崎県佐世保市から聞いています三十代の男性です同居する高齢の母が血液のがんにより抗がん剤治療中で同じような悩みを持っていました皆さん立場は異なりますがさまざまな悩みを抱える当事者の声を拾ってくれたことが嬉しかったですありがとうございます、えー、ラジオネームカズくんさん同性、えー、婚の問題についてですね、えー、僕はゲイです 同性婚がができるるよよううになれれば幸せが増えるただそれだけだだそそけと思いますそうだよね、うん、選択肢が増えるだけじゃないのかなと僕なんかは思うんですけれどもあの選択的夫婦別姓問題で自民党が非常にこう進歩的な案を構えたにもかかわらずどんでん返しで白紙撤回ですね実情の。 えー、削除させました間違えました削除しました」っていうようなツイートをしていた自民党女性議員もいましたが、うん、僕がいろいろ聞いたところによるとあの野党の議員からだったんですけどね、うん、非常にこう保守の大物の政治家が誰がそれで一気にまああっとこう震え上がった議員がいたようですね。 うんまと野党の議員が言っていたという話の中止まりなんですが、えー、そしてあの犬のねあの散歩中のおしっこの処理のことについて「モ、え、コ、ー、とろさん我が家にも犬がいますが飼い犬同士でも意識の違いで困惑を感じることがありとても大切な声だと感じました」「うんちについては黄色いチョークでマークをする運動があり自治体でチョークを配っている場所もあります」 なるほどそしてひかりさん、えー、沖縄の地元の飲食店を経営されている方の声を受けてですね「えー、観光客をお断りに関する張り紙などはやはり炎上していましたよね」でも飲食店側にもしっかりとした理由があるんですよね。またバイアスが一つなくなりました。これはね 大事だと思いますやっぱり思い込みとかどうせこうなんでしょとかこうに違いないとかやっぱりこれまでの自分の固定観念の中で判断してしまうとその向こう側に起きているこう事実が途端に見えなくなってしまうこれがあのレッテルとかイメージ観念固定観念の怖いところ、まあ、だからこそ小さい主語でって普段は言ってたんですけど今日もそれ実感しましたね。飲食店ははとか観光業はじゃあ 見誤ってしまう現場があるんだということを貴重な証言いただきましたちょっと変わりますよねこれ聞いている人たち私も含めてうん。どうしてかなどうしてこの張り紙になったのかなとかえー、グリーンアースさん、えー、化学物質過敏症のことについてですねえー、化学物質過敏症はチアダンススクールの生徒さんにもいらしてお母様が手作りのチラシをつか作ってクラスの保護者の方に理解を求めて 練習技などに柔軟剤を使わないようにお願いしましたはあそうかそれをすべての場所で行うのは並大抵ではないと感じました柔軟剤などの香料をオーガニックなものに限定するなど方向転換が必要だと思います皆さんのお話どれもとても勉強になりましたちょっと AM っぽいですがよりラジオやジャム・ザ・ワールドが身近に感じられてとてもいい放送でした ぜひ定期的にお願いいたします。うん、そうか。今 A.M. ってね、F.M. になったんだよね <laughs> <laughs> いや。A.M. 的なカルチャーの話だと思うんですけど、いや確かに共感します。<laughs> もう波関係なくて、やっぱりうん、当事者が語るパワーって皆さんにも実感いただけたんじゃないでしょうか。最初僕が N.H.K. 辞めて市民メディア立ち上げますって言った時に結構。 同業の先輩方からあの批判を受けまして「そんな素人にニュースが触れるのか?」みたいな「違います」と「みんな当事者なんですと」と、うん「アマとか「素人」とか決めてるのは上から目線で「そんなのジャーナリストとしてどうなんですか?」とか言いたかったけど <laughs> 当時なんとなくごにょごにょごにょって言って悔しいと思ってましたけど、まあ、こういうことですよね本当 うん、皆さんが何かの当事者なんでその当事者のたくさんの声がここメディアに集まってきて公共の場ととしてて機能すればと願ってやみません、えー、今日やってみてまた次なる課題であったりとかアイデアも浮かんだのでまたバージョンアップしてみんなで取り組んでいきたいと思っております。堀でした